疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。 YouTube 投稿がかなり久しぶりになってしまったんですが、とりあえず近況報告としては、WQS 日本で参戦、前崎、あと宮崎の木崎浜と日向の小倉ヶ浜でありまして、でそれに行って帰ってきたところです。応援してくれた皆様ありがとうございました。結果的には、1戦目の前崎と3戦目の日向が、クォーターファイナル敗退で5位で、木崎浜が2コケだったんですけど、まあね、ちょっとマオマン全部行って、まあ、1個ファイナルは絶対行きたいなと思ったんですけど、まあ、そこはあれでしたけど、結構ね、波もあった試合もあって楽しく参戦できて、まあまあもね、できたんでね、まあ良かったですね、結構。で、今回家族で、みんなでね、キャンピングカーじゃないですけど、家のハイエースで、全部御前崎から宮崎行ったりして、で、まあ途中ね、観光したりして、かなりね、濃い3週間の試合になって、すごい楽しかった、それも。で、次の試合が10月の3から6の福島の、なんだっけな、福島サーフェスティバルだったっけな、なんか復興祭みたいな、それはね、QS とか、S リーグとかじゃないんですけど、まあ、その試合があって、福島に久々に行きます。福島も多分、一昨年かな、チームチャレンジで4つくらいにお邪魔した以来ぐらいなんで、しかも二泉久々なんですよ、楽しみですね。でその後は10月の後半にフィリピンがあって、で台湾、あと中国の海南島って試合が続くんですけど、まあそんな感じだと今年は4戦かな、 4,5 戦なんで、あとまあ残りもちょっと頑張って、今ね結構ランキングもそんなに悪くない気にいるんで、 QS の5位以内に入れれば来年 CS 出れるんで、この、で、次の参戦が全部5000なんで、ちなみに今回の日本は3000だったんで、次の参戦の5000でまたガラッと変わってくると思うんで、そこでしっかり結果残して、ランキング上げれるように頑張っていきたいと思います。ちょっと YouTube の方もね、やっぱり子供ができてなかなか撮影の方が難しくて、なかなか更新できないんですけど、まあ、ちょっと隙を見て、更新していけたらなと思うんで、気長に待ってみてください。まあ、とりあえずね、今日は後ろでうなってますけど、今日はとりあえず鴨川の方に向かっていこうと思うんで、まあ、できたらちょっと参加していこうと思います。なんか今日人多いね。多いね。うん。ここは不当だから。あ、集まってるだけ？集まってるのもある。うん。富水建設は新井宏斗選手を応援しています。地形はどう？よくはなさそうかな、できなくはないけど、結構インサイドダンパーな感じで、ちっちゃかったらダンパーそうな、結構サイドあるからまだちょっとできそうだけど、でも台風のレーダーに多分、ね、入ってきてるから。太平洋側スルって抜けるやつ、シュッて抜けるやつ、うん、やっぱ全然入ってこないからさ、いつ入ってくるのかなって、うん、多分濃いね、このサイズは、うん、邪魔だね。いやー、一気に涼しくなったからさ、なんかもう夏終わったね、完全に。長かったわ。長かったけど、ちょっと寂しいよね。
寂しいくせに、ね、でも夏の最中は文句ばっか言ってるじゃん。暑すぎんだもん夏は。ちょっと出れないじゃん最近は。もうやっと気持ちよく外に出れるけど、だってビーチも行けなかったもんね、暑すぎてね。赤ちゃんにも良くないしさ、ね、このぐらいだったら全然、ね、ようやくビーチライフ楽しめそう。でもあっという間に冬が来るんじゃない。冬の方がいいな、まだいいな、着込めばいいから、まあ、そうだ、うん、対処しようがあるよ。そうそう、もう暑いのはなんか冷房を完備するしかさ方法がない。確かに。じゃん、感じですかね。チャンチャンチャンって感じですね。みんな結構さ、うん、ジャーフル着てるけどさ、うん、まだ全然スプリングかタッパーでいけんだよ、水温は。ちょっと気持ち秋に移行してるんじゃないみんな。そうだよね。昨日とかもスプリングで入ってちょっと暑いぐらいだったから。やばい、私サーフィンしないで夏が終わっちゃう。間違いないよ。なかなかタイミングが ね、 あの条件が多すぎるから。晴れてて波がちっちゃくて風がなくて、風がなくて食らわなくてよくて、 あのリーフブレイクがいい本当は。そんな時ありません。サーフィン、うん、オーストラリア行く。今年スプリングあんま着てないんじゃない？だよね、やっぱり。あの、タイパンとだよ、ね、ラッシュ、うん、タッパーしか着てない。久々ってか、それあんま着てない？うん。紺色？紺色。かわいい。いつもサポートありがとうございます。
ご機嫌ですね。帰ってきた。ご機嫌ですね。帽子で遊び始めた。遊べる？ね、こっちさ、これ。ね、はっ。じゃあご機嫌じゃん。お疲れ。お疲れ。激早だった。早かった。一発勝負。まあでも楽しかった。楽しかった。ね。ちょっと短い歌だったから、うん、これキャーンって感じ、確かに。いや最近はフィニッシュをね、もうちょい、うん、ダイナミックな感じでできると、この間の試合もやっぱフィニッシュとかが結構おってなると点がボンって上がるから、ね、4点5点6点はつくけど、そっから上がやっぱり聞いてる笑ってる。そうですね、やっぱちょっとね攻めていかないとね、点が伸びにくいから、そこら辺かな今ね、次に向けて、うん、めっちゃ見てるやん。めっちゃ見てる。見てんの、お話聞いてるの。聞いてるんだよね。うん、 今から勉強してるのよ、サーフィン。やばすぎる。あ、入ってる入ってる。あ、やだ。入ってる入ってる。そうですね、そんな感じ。どこまで上がったっけ。分かんない。まあそんな感じで次の試合がね、福島で、あ、それは結構ランキングと関係ないから、楽しんで攻めてちょっとやろうと思うんで、多分ね、ライブが YouTube であると思うんで、だって去年、一昨年だっけ、見てたもん。あの、たーちゃんが2番になった。そう、2番、これが多分クルイで、ああ空港で見てた気がする。そんな時期だったの。あ、ニアスじゃない。いや、ニアスか、ニアス。みんな時期だったもんね、ニアス。確か多分あると思う。ちょっと多分3日から、うん、6日、木曜日から日曜日、木金土日って6日間あるから。おう、土日まで。そう、なんかイベントだから、なんかお祭りと半々みたいな感じ。うん、福島サーフィンフェスティバルか、うん、検索してみる、出てくると思う。ぜひ皆さんチェックしてみてください。とりあえず今日はこんな感じかな。はい、久々のフリーサーフセッション。久々の YouTube。 久々の YouTube だ、うん、最後上げたのいつか覚えてない、ね。まあ、でも YouTube はなかなかやれないですけど、こうやって日々練習して、うん、まあね、見せるときは試合しかなかなかね、なくなっちゃうけど、うん、変わらず俺は日々練習してる。まあこういう様子をね、また載せていけたらと思って、見てください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。